私野球部でマネージャーをやっている虹野咲なんだけど、あなたには根性があるわ。私と一緒に甲子園を目指しましょう。そう、あなたが来てくれればかなりの戦力に。そんなことない。でも無理強いはできないわね。うん、待ってるわ。それじゃあ。おい、今の2時の先だろ。運動部のアイドルがお前なんかに何の用だったんだ。あ、授業始まった。あ、野球部に入部してくれたんだ。こちらこそよろしくね。それじゃあ甲子園目指して頑張ってね。あ、よろしくね。あ、いいぜ。ちょっと待ってくれ。虹のとあったあった。耳がポチってよく聞けよってとこだな。なーにってことよ。女の子の情報なら俺に任せてくれや。です。あら、どうしたの？え、いいわよ。うん、わかった。遅れないで来てね。私も今来たところよ。すごく賑やかね。ありがとう、嬉しい。頑張ってね。ありがとう、嬉しいな。今日はとても楽しかったよ。また誘ってね。そろそろ帰りましょう。あ、野球部はどう？最初は大変だと思うけど頑張れる素質があるから諦めないでね。それじゃあ練習頑張ってね。はい、これ皆さんに差し入れです。はい、どうぞ。それじゃあ練習頑張ってね。私でよければ。美術部は似顔絵を描いてくれるみたいね。せっかくだから描いてもらってくるね。美術部の人がいくら描いても似ないから諦めちゃったの。もうちょっと頑張ってほしかったな。そうね、帰りましょう。今帰り？うん、いいわよ。一緒に帰りましょう。甲子園目指して頑張ってね。そういえばもうすぐテストね。調子はどう？私もそうだけど根性で乗り切るしかないね。おめでとう。うん、暇よ。私でよければ。うん、いいわよ。それじゃ。ごめんね、待たせちゃって。うん、そうしましょう。その願い叶えて死んでよ。何をお願いしたの？私は野球部が甲子園に行けるように必勝祈願よ。いいわよ。どう？普通ね。でも普通が一番いいと思うな。私もそうだから。え？あんた見ちゃダメ。過ぎたるは及ばざるが如しって言うじゃない。努力していい年にしようね。うん、帰りましょう。どうしたの？私に？ありがとう。開けてもいいでしょ？こんなものもらっちゃっていいの？嬉しい。大切にするね。はい、チョコレート手作りなのよ。私も今来たところよ。それじゃあどこに買い物に行こうか。うん、行きましょう。私って洋服に無頓着な方なの。ありがとう。でも恥ずかしくない？大丈夫？今日はとても楽しかったよ。また誘ってね。そろそろ帰りましょう。どうしたの？嬉しい。ありがとう。あ、たまには一緒に帰らない？それじゃあ帰りましょう。そういえばもうすぐ2年生ね。後輩ができるんだから頑張らないとね。うん、私も今来たところだから。もう桜が咲いてるね。うん、行きましょう。もう満開。あ、お弁当でも持ってくればよかったね。そう、食べたくないのね。今日は楽しかったわ。また誘ってね。さあ帰りましょう。あ、ちょっと聞きたいんだけど、今度の日曜日空いてるかな？よかったら買い物に付き合ってほしいんだけど。本当？よかった。うん、それでいいわ。それじゃあ。ごめんなさい、ちょっと準備に手間取って。それじゃあどこに買い物に行こうか。うん、行きましょう。これかわいいね。ありがとう。お世辞でも嬉しいわ。今日は付き合ってくれてありがとう。さあ帰りましょう。あ、ちょっと聞きたいんだけど、今度の日曜日空いてるかな？プロレスのチケットがあるんだけど一緒に行かない？本当？よかった。うん、それでいいわ。それじゃあ。一生懸命戦っているのを見ると応援したくならない？うん、私もそう思うわ。今日の試合頑張ってね。私一生懸命応援してるから。そういえばもうすぐテストね。調子はどう？私もそうだけど根性で乗り切るしかないね。この水着どうかな？ありがとう。ちょっと照れちゃうね。今日はとても楽しかったわ。今度また誘ってくれる？さあ帰りましょう。あ、最近調子いいみたいね。あなたの頑張りのおかげで甲子園行けそうね。あなたには夢を実現できるすごい意志があるから絶対に行けると思うわ。こういう道だったら気持ちよく走れそうね。そう？実は私好きなんだ。あ、おはよう。私でよければ。ごめんね、ちょっと準備に時間がかかって。もう疲れたの？根性が足りないわよ。私も疲れちゃったけど。そうね、そろそろ帰りましょう。うん、いいわよ。じゃあホテルのロビーで待ち合わせしましょう。よっ、おい聞いてるか？虹野さんが風邪でダウンしたらしいぜ。お前が昨日無理させたんじゃないのか？そうなのか。でも一応虹野さんのところに顔出しておけよ。ここにいるの？え？うん、平気だから自分でやるからいいわよ。それじゃあお願いしようかな。冷たい。うん、ありがとう。ずっと風邪ひいていたいな。何も。わあ、やってるやってる。見るのは大好き。私この試合すごく見たかったの。抜けたわ。ヒットよ。あ、頑張って。ホームランよ。あん、途中で諦めちゃダメよ。ほら、あなたも一緒に応援しましょうよ。私って洋服に無頓着な方なの。クラブ活動ばかりで洋服なんてあまり見ないから。これから昼食でしょ。お弁当を持ってきたの？それならよかった。あのね、ちょっとお弁当を作りすぎちゃって困ってたんだ。口に合うかどうかわからないけど、よかったら食べてくれない？よかった。今日は天気もいいから外で一緒に食べない？うん、行きましょう。はい、どうぞ。味の保証はしないけど。どうしたの？大丈夫？びっくりさせないでよ。本当に心配したんだから。で、味はどう？そんなことないけど、作ってきてよかった。たくさんあるからどんどん食べてね。あ、たまには一緒に帰らない？それじゃ帰りましょう。そういえばもうすぐテストね。調子はどう？私もそうだけど、根性で乗り切るしかないね。今日の試合頑張ってね。私一生懸命応援してるから。そんなことないよ。あ、招待されてたんだ。クラブの友達がいるから悪いけどいいかな。私によ。知ってたんだ。嬉しい。ねえ、開けてもいい？こんなものもらっちゃっていいの？嬉しい。大切にするね。あ、ちょっと聞きたいんだけど、今度の日曜日空いてるかな？よかったら一緒にボウリングに行かない？本当？よかった。うん、それでいいわ。それじゃ。私も今来たところだから。それじゃあ中に入りましょう。なかなかストライクが取れないね。そうよね。頑張る。今日は付き合ってくれてありがとう。さあ帰りましょう。あ、これチョコレート。このチョコレートを作るのに朝までかかっちゃって。でも食べてもらいたいから心を込めて。あ、もう行くね。誕生日でしょ。これプレゼントなんだけど、受け取ってくれるかな？よかった。私によ。え、ありがとう。嬉しい。でもこんないいものもらっちゃ悪いわ。ありがとう。その言葉が一番嬉しい。それじゃあもう授業が始まるから。私も今来たところだから。それじゃあ散歩でもしましょう。そうね、行きましょう。今日はお弁当を作ってきたの。一緒に食べましょう。どうぞ。時間をかけて作ったから美味しいと思うんだけど。ありがとう。早起きした甲斐があったわ。朝の5時ぐらいかな。いいの。私料理好きだし、それに美味しいって言われるのは嬉しいし。えっ、たくさんあるからどんどん食べてね。嬉しい。さあ踊りましょう。はい、これ差し入れ。でもみんなには内緒にしててね。あなたのだけ特別なの。それじゃあ練習頑張ってね。あ、ちょっと聞きたいんだけど、今度の日曜日空いてるかな？野球のチケットがあるんだけど一緒に行かない？本当？よかった。うん、それでいいわ。それじゃあ、野球見るのって大好きなの。男の子はその方がいいよ。今度応援してあげるね。私、勝負事って割と好きだから癖になっちゃうかもね。でもそうはなりたくないな。今日は付き合ってくれてありがとう。さあ帰りましょう。あ、いよいよ甲子園ね。勝てば日本一よ。弱気になっちゃダメよ。勝てるわ。うん、きっと勝てる。ひらめき高校の優勝です。常勝超明君高校、ついに敗れました。やったわ、優勝よ。おめでとう。あなたがいてくれて本当によかった。あなたのおかげよ。そんなことないよ。変なの、涙が出てきちゃった。うん、ありがとう。ついてるね。あ、ほら一緒に泳ぎましょう。根性がないな。それじゃあちょっと泳いでくるね。あれ、私どうしてこんなところで。うん、平気よ。私溺れちゃったんだ。もしかして助けてくれたの？ありがとう、助けてくれて。え、人工呼吸しちゃったの？そう、もう少し気絶してればよかったかな。何もそんなことよりも少し休みたいな。うん、そうする。今日は楽しかったわ。また誘ってね。さあ帰りましょう。そういえばもうすぐ文化祭ね。一緒に見学できるかな？うん、私も今来たところだから。おう、女ずれたいい身分じゃねえか。つらかしな。この意地にかけて負けるわけにはいかねえ。おりゃねえ、一緒に見学する人がいないなら私と一緒に見学しない？本当？じゃあどこに行こうか。ちょうど弁論が始まるみたいね。僕の存在、弁論者。僕は名前ももらえない悲しいやつです。こんなところにしか登場できません。でも僕はこれからも明るく生きていこうと思います。今の人何を言ってたのかな。あ、一生懸命演説してた人にそんなこと言うの悪いよね。うん、そうしましょう。また作りすぎちゃって。それじゃあ今日も外で一緒に食べましょう。はい、どうぞ。あんまり中身は変わらないけどおいしい？よかった。そういえばもうすぐ冬休みね。何か予定はあるの？私はスキーにでも行こうかと思って。新年明けましておめでとう。暇だったらでいいんだけど、これから初詣に行かない？じゃあ行きましょう。うん、そうしましょう。その願い叶えて死んでよ。何をお願いしたの？あ、私はクラブのことかな。そうね。どう？普通ね。でも普通が一番いいと思うな。私もそうだから。え？あんた見ちゃダメ。過ぎたるは及ばざるが如しって言うじゃない。今年は卒業ね。卒業まで私も頑張らないと。勉強と恋かな。うん、その時はね。さあ帰りましょう。あ、私によ。知ってたんだ。嬉しい。ねえ、あげてもいい？そんなものもらっちゃっていいの？嬉しい。大切にするね。私も今来たところだから。それじゃあどこに買い物に行こうか。うん、行きましょう。あれ、あの子迷子じゃない？私ちょっと行ってくる。やっぱりこの子迷子みたい。うん、そうしよう。やだ、ここから動きたくない。困っちゃったね。それじゃあ私がここでこの子を慰めてるから、悪いけど迷子センターに行ってきてくれる？迷子のご案内を申し上げます。放送されたらすぐにお母さんが迎えに来てくれたわ。うん、本当によかった。ありがとね。今日は楽しかったわ。今度また誘ってくれる？さあ、帰りましょう。あ、これチョコレート。このチョコレートを作るのに朝までかかっちゃって、でも食べてもらいたいから心を込めて。あ、もう行くね。あ、今日誕生日でしょ。これプレゼントなんだけど受け取ってくれるかな。よかった。忙しいのにこんなところに呼び出したりして。あなたにどうしても伝えたいことがあってあんな手紙を出してしまったの。手紙で全てを伝えてもよかったけど、この思いだけは直接言いたかったから。あなたは知らないでしょうけど、私はいつもあなたのことを見ていたわ。そして何事にも頑張って向かっていくその姿にだんだん惹かれて、私は悩んだり苦しい時にはいつもあなたのひたむきな頑張りに励まされて、どんな時でも切り抜けてこれたわ。だから今日も勇気を出せると思う。私料理ぐらいしか取り柄はなくて、他には何もできないし、あなたにとって迷惑かもしれないけど、もうこれ以上自分の心に嘘はつけないから、この場ではっきり言います。あなたが好きです。ずっとあなただけ応援していきたい。勇気を出してよかった。やっぱり頑張ればなんとかなるね。そうだ、明日二人っきりで卒業記念のパーティーを開きたいな。来てくれる？それじゃあ、あなたの好きな料理教えてね。明日たくさん作って待ってるから。「アルバムなんてあるの？うん、一緒に見ましょう。あなたは知らないでしょうね、この時の私の気持ち。根性より大事なものもあるよね。いろいろあったね。こうして見るとあっという間だったね。もう少しゆっくり見ない？あ、ケーキでも持ってくるね。そんなことないよ。あなたは知らないでしょうね、この時の私の気持ち。そんなことないよ。なんだかちょっと恥ずかしいね。ケーキでも持ってくるね。寝ちゃったの？しょうがないな。風邪ひいちゃうじゃない。でも、いいよ。少しだけなら。